本当に申し訳ないです。なんか、ずらせないかな。どちらでお会いしましたっけ？なんか、一回、投資銀座ですれ違ったことある。え？投資銀座でさ、投資銀座は、はいはいはい。踏み切りの前のたい焼き屋さんで、はいはいはい。目があったよね。いやいや、ちょっとすいません。わかんないです。え、ちょっと覚えてないの？あ、そうなの？あと、すいません。その時、うん。一回。そう。で、うん、面会来てくださった。そう、面会。来たよ。いや。せい。あ、すいません。いや、すいません。元気ないな。何その時の一回、その目が合っただけで、うん。どうしてそんなに僕の情報を、知ってらっしゃるのかっていう。あ、いや、なんか捕まったって聞いて。まあ、そう。ニュースで。ああ。男性でしょ？いやいや、でも僕はやってないです。男性でしょ？すいません、僕やってないんですよ。はい。これ、あなたこの、もう、この時点でね、なんか差し入れ持ってくるのかったね。あ、いやいや、それは大丈夫です。なんか、食べ物とか食べてないでしょ。何も食べてないでしょ。あ、いや、一応、食事は出るんですけど、はい。あ、そうなんだ。なんか、ここから、こうね、入れる、なんか、茹でる前のパスタとか、ここから持ってきてあげればよかったね。こう通して。あ、いや、でも、茹でてないとね、ちょっと。食べるのね。そうか。はい。ポッキーとかね。あ、いいか。いやいや、でも、まあ、ありがとうございます。そうだそうだ。ご飯食べてんだ。じゃあ、いいや。はい。ん？なんかおっしゃいました？うん。あ。え、そっかそっか。脱税しちゃって、いや、本当に。うん、ニュース見たよ。あの人だと思って。よく覚えてましたね、僕のこと。そう、あの人だと思って。え？あ、じゃあちょっと行ってみようと思って。来た。いや、その、元気ないね、やっぱ。その、来ていただいたところ申し訳ないんですけれども。いくらくらい？めっちゃ頼む。いや。なんか報道では、3000万、4000万か？あ、報道でそんなこと言われてるんですか。うん、なんか。いや、僕はやってないんです。ええー、怖いな、ちょっと、本当いや、本当にやってないんですよ。いやいや、俺だけ、俺たちの仲じゃん。いやいや、全く関係性ないんですよ。なんで来たんですか。いや、でも、いや、でも、面会。あなた失礼ですよ。えぇ、ー、俺失礼？失礼ですよ。嘘、うん、その一回戸越銀座ですれ違っただけで捕まったって聞いて会いに来たよと、おかしいですよ。あなた、私はあなたのことをもう見覚えないですもん。あ、そうなの。ええ、あ、そうか。言っときますけど、私は脱税はやってません。脱税ってやってないですよ。誰かが私を犯人に仕立て上げてる。これはなんか仕組まれた罠なんですよ。
何か、何かおっしゃいました。はい、はい。どう香りは来たの？いえ、何も起きません。あ、そう。はい。そっか。どっかそのさ、誰かにしてもらえるって言ったけど、じゃあ本当に犯人じゃないのみたいな。違いますよ。僕は家族もいるし、そんなことするわけありません。あ、そうなんだ。ええ。ちなみに、君のさ、口座に振り込まれてた金額って、いくらなの？なんか、気がついたら、2000万ほど。おかしいね。だって、報道されてたのは4000万だよ。ああ。半額？じゃあ、他の口座に隠し持ってること？違うと思う。いえいえ、私は、そんなにたくさん口座持ってないんで。じゃあ、おかしいね。はあ、確かに。じゃあさ、誰かが仕組んで君に何かをなすりつけて、残りの半額を自分の口座に入れて、君を犯人に仕立て上げたみたいなこと、あり得るのかな？あ、そんなことあるのかな？でも、怪しいって思うやつがいるってこと？だってさ、君のパソコンからいろいろお金のやり取りが行われたんでしょ？そのさ、パソコンに近づける人間って、君以外に誰がいるの？一度、パソコンを触られた形跡があったことがあります。それって、その事件が発覚するいつ？ちょうど、3日前ぐらいだったかな、その前日残業で田中が残ってました。おー、なるほどね。いや、その田中ちゃんはまあ一つ怪しいということか。田中がそんなことするかな。じゃあ他にもいるってこと？例えば田中だ。香川。佐野。どうしてそんなにうちの部署の人間を知ってるんですか？適当に言っただけだよ。まあ、ってことはそこに田中を入れて4人怪しい人間がいるって言ったらいいけど。まあ、僕のパソコンを触ることができるのはその4人かなと。そっか。これ提案なんだけどさ。はい。もし、君の無実を証明することができて、ここから君を出すことができたら、100万でどう？あ、いや、あなたにそんなことできるわけないでしょ。またいいよ、ここもう入る。メーカーに来る人もいないでしょ。待ってください。よいしょ。本当に、無実を証明してくれるんですか？まあ、やってみてもいいけど。じゃあ、本当に、僕をここから出してくれたら、その時は、100万円、お支払いします。言ったね。はい。わかった。あ、もしもし？僕です。とりあえず、今交渉成立したから、動き出してください。はーい。よろしく。というわけなんで。楽しみに待っててね。あなたは一体何者なんですか？僕はただの通りすがりのたい焼き好きだよ。じゃあね。
よろしくお願いします。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。